皆さんこんにちは。最近 SAOVS っていうゲームが出たと思うんですけど、まあ、SAOVS にグリームアイズとかスカルリーパーとか出てきたと思うんですが、この SAOIF っていうゲームにもグリームアイズとかスカルリーパーが出てくるんですよ。しかもこの SAOIF っていうゲームだとアニメ SAO 第1期のアインクラッド編ですね、その時のグリームアイズと戦えるんですよ。こういう迷宮区のボス部屋で戦うことができて、 SAO だと最大6人パーティーが組めて、みんなと力を合わせて戦うことができます。しかも SAOIF だとこういう迷宮区の道中まで再現されてて、キリトとアスナが2人で攻略していったこの道中のモブたちもこうやって戦うことができるんですよ。でこういう風にキリトが使ったソードスキルとか、キリトが ALO でここは通行止めだって言って打ったスキル、こういうのがね今配布でもらえるんで使えるようになったりするんですよ。でそういうごっこ遊びしながらこうやって戦えるっていうのがすごく楽しくて、こうやってモブを倒してってこのねボス部屋までたどり着いたら、まあ、さっきのグリームアイズと戦えて、でまあアニメだとキリトがスターバーストストリームってなんとか倒したってやつですね、まあそこまでいけると。でなぜかこの74層変なゲートがあって、ここ通るとなんかグニャグニャしてるんですよ。とにかくなんかグニャグニャしてて、でこれスクショ機能がゲームにあるんですけど、これスクショ撮るとなんかこういう感じでグニャグニャしたスクショが撮れたりして、まあこういうのツイッターに上げたりして、なんかみんなそういうので遊んだりできるんで、まあとにかくこれなんかグニャグニャしてるんですよ、このわけわかんないゲート、何これでこの74層なぜかこういう丸太に座ることができてこれね座ったり立ったりできるみたいなこう座ったり立ったりして、こうやってなんか変な遊びしたりとか、まあ、できるんですけど、 SAOIF だと最大6人でスイッチ連携っていうのができて、左上に4チェーンとか書いてあると思うんですけど、これがスイッチ連携ってやつで、でスイッチ打つとこれ画面左にスイッチ OK って書いてあるじゃないですか、まあ、その時に、まあ、スイッチの連携ができるっていうことなんですけど、まあ、それでどんどん繋いでいって高いダメージが出せたり、バフデバフとか回復してくれる、まあ、バッファーデバッファーの存在、攻撃を受け切ってもらうタンクとか、まあいろいろあるんですよ、役割が。そうやって役割分担してなんかみんなで協力して、まあ、できるっていう感じなんですけど、まあこれはちょっと前に俺がいたギルドでやったこのギルドランキング戦っていうやつの戦闘風景なんですけど、まあこれちょっと前にね撮影許可いただいたんでちょっと今映してるんですが、このギルドランキング戦っていうイベントがあって、最大30人で戦える大規模レイド戦があって、これがギルド間の対抗試合みたいな感じですね。で上位になればなるほどアルカナジェムっていうね課金石もらえる額が、報酬が、まあ、大きくなってみたいな感じで、これが SAOIF の、まあ、楽しみ方の一つですね。 SAOIF だと SAO の A が星なき夜のアリアに出てたこのイルファング・ザ・コボルド・ロードですね、これとも戦うことができて、まあさすがにねこのゲーム100層とかその先まで出てるんで、まあ、一撃で倒せちゃうんですけど、 SAO の A がプログレッシブ暗き夕闇のスケルトに出てくるこのヒッポカンプとも戦うことができて、まあ、これもさすがにね100層の先まで出てるんで、まあ、ワンパンで倒せちゃうんですけど、まあでもこういうボスが出るイベントもたまに出て、でいろんな難易度のこのヒッポカンプ4層のフロアボスとか、まあ、いろんなボスと戦えたりして、暗き夕闇のスケルツで出てきたこのコロッサスですね、フスクス・ザ・ベイカント・コロッサスですね、こういうやつとも戦えます。まあさすがにねもう5層なんでまあこれもねワンパンで倒せちゃうんですけど、まあでも始めたばかりの人だと100層行っても、まあほんの少し時間かかるかもしれない、いやわかんないけどかかるかもしれないですね。この SAOIF 初期勢ならわかるらしいんですけど、これが実装された当時は本当にこのボスがマジで鬼畜だったっていうので有名で、本当強すぎてもう勝てねえよみたいな初期からやってる人とねこのコロサスの話するとね、もう鬼畜だっていう話するとめっちゃ盛り上がるんですよ絶対盛り上がるマジで。でこのねコロサスはねパワーバランス調整が昔あったんで、まあ、ちょうどいい感じになってると今は。
あと映画オーディナルスケールで戦ったこのカガチザサムライロードですね、これとも戦うことができます。ここは通行止めだ、プシュプシュプシュとかできたりするんですよ。まあお遊びでまあこうキリトのスキル打ったりとか、まあこういうねお遊びができるんで、まあこうやって倒したりね。あとはこのダロス・ザ・クロス・ギガスっていうボス、これ何なのか多分分かんない人多いと思うんですけど、実はこのボス勇気とアスナが力を合わせて倒したボスなんですよ。まあ勇気とアスナがいたパーティーですね、他にもパーティーメンバーいたと思うんですけど、まあこのボスをみんなでね協力して倒してたと思うんですけど、まあこういうやつとも戦うことができると。まあなんかこうやって踏ん張って大範囲攻撃みたいなこともしてきたりして、まあなんか面白いんで。あとはね48層リンダースのリズベットブグ展も再現されてて、まあここリズベット話しかけたりできるんですけど、ここなんかね周りね水車回ってたりして、まあそういうところもね再現されてますね。あとはこの50層のアルゲードっていうところ、ここねエギルの店行くことができて、これエギルがいるんですけど、このエギルの店でしか売れないっていうアイテムがあって、このラグーラビットの肉ってやつ、アニメ SAO でもキリトがなんかウサギのレアモンスター倒したみたいな回があったと思うんですけど、そのウサギ肉を使って、まあ、アスナがシチューを作ってくれて、まあ、そういう話があったと思うんですけど、もうアスナって相当料理スキル上げてたと思うんですけど、そういう人ってまずいないみたいな話だったと思うんですよ原作でも。でまあアスナいないから、まあ、売ることしかできないんですよ主人公。もうある意味本当忠実というか原作再現だなって思いました、まあ、シチューを作るっていう道もあったし、まあ基本的には売るのが普通なんですよ。だから主人公はこうやって売ることしかできなくて、まあ、このウサギ肉ね、当然ラグーラビットっていうモンスター出てくるんで、こういうウサギのモンスターが、まあ、各サーバーで各フロアで、まあ、10分おきに現れたり、このウサギね、なんかリボンつけたウサギとか王冠つけたウサギとかもいて、でそういうのを狩ると得られるアイテムね、レアアイテム、さらにレアなアイテムだったりするんで。あとはこの50層なんか無限のラフコフっていう常設イベントやってて、なんかこのラフコフ、ラフィンコフィンがなんか無限に湧いてくるっていう意味わかんない常設イベントやってるんですよ意味わかんねえマジで。でこれねどんどん倒していくと、まあ、指輪っていうアイテムが作れるようになって、まあ、この常設イベントね、なんか強さ的にはほんと誰でもできるようになってるから、まあ、結構良心的かなって思うんですけど。あとはアニメ SAO だとキリトとリズベットが雪山で一夜を共にした回があったと思うんですけど、その時に戦ったこの白竜ゼーファンってやつ、こいつとも戦うことができます。結構ねこうやって飛び上がるから大変なんですよね戦うのが。まあ、こうやってね倒すとねすごいねモンハンみたいになんか、あ、なんかバグったまあバグっちゃったけど、まあ、こういうね倒れた姿とかね見れるんですけど、あとはね68層とかねわけわかんねえストーリー見れたり、まあ、ヒースクリフとかこのゲームわけわかんねえとこで出てくるしなんか釣り竿バッキバキに割ってるんですよね。あとはキリトとヒースクリフが戦ったこのコリニア闘技場っていうところも再現されてて、まあ、こういう入場するまでのこういう通路とかもね作られてて、でこの裏からねこうやってね観客席までね行くことができるんですよ。まあ、こっからねこうやってね眺めたりとかできるんで。あと75層って、まあ、スカルリーパーっていうのと戦うことができるんですけど、 SAOVS でもあったと思うんですよ。で SAOIF はもっと違うっていうか全然違うんですけど、スカルリーパーがやっぱりタンクとかなんかブレイクする役とか火力とか、まあ、いろんな役割があって初めて早く倒せるボスで、すごいね作り込まれてるんですよね SOVS より。このスカルリーパーはやっぱ開発人のね野上キャップっていう人も本当にめちゃくちゃ動くはなんやらで、すごいね開発が大変だったみたいなことをね言ってたんですけど。あとはねこのね100層の攻撃球っていうところもね実装されてて、まあ、100層フロアボス当然ね戦えます。まあ、オーディナルスケールで出てきたこのアンインカーネイトオブザラディウスってやつ、実際にね戦うことができて、これめちゃくちゃでかいじゃないですか。まあ実際ね戦ってみればその強さがわかると思います。まあストーリーはそんな、まあ、誰でも倒せるくらいの難易度になってるんですけど、ギリギリ。
まあ、ギリギリっていうか倒せることは倒せるけど、まあ、周回用みたいな、そういう難易度の方はマジで強くて一人じゃ倒せないみたいな、まあ、それくらい、まあ、トップレベルのガチ勢は、まあ、一人で倒したっていう人いるんですけど、マジでありえねえみたいな、みんなやばすぎって言ってたんですけど、まあ、このね100層の先もこのゲームストーリーがあって、まあ、運営は構想が立っているっていうのを言っていたんで、まだまだね全然続くんですけど、アニメ SAO だと75層ですね、スカルリーパー倒した後に、まあ、キリトとヒースクリフが戦って、まあ、キリトが勝って終わっちゃったんですけど、このゲームだと、まあ、75層以降もねストーリーがあるので、ただこのゲーム14層までは1層1層ね作られてたんですけど、でもなんかこの階層更新ペースだとマジで何十年かかるかわからないとか言われてたんで、で階層飛ばし飛ばしでね最近ようやくね100層が出たので、でまあ100層の次はね56層なんですけど、まあそういう感じで、まあ間の層をねどんどんこれから埋めていくものだと思われます。このゲームガチャでスキルっていうのを当てていくんですけど、まあこういうソードスキル、攻撃モーションが今600種類以上あるので、 SOVS よりはるかに攻撃モーションのバリエーションが多くて、まあ、SOVS だと1つのキャラで、まあ、ソードスキルのモーションって2つとか、まあ、3つ ?2 つ ?2 つかな、それくらいだったと思うんですけど、でまあたまにこういうわけわかんない攻撃モーション、なんか変なさ変な浮き輪が出てきたり、まあ、ちょっと前にテイルズコラボがあったんで、このゲーム魔法がないはずなのになんか魔法が使えたりとか、 SAO って魔法がないっていう設定だったんですけど、まあ、設定的には、まあ、厳密には魔法じゃないらしいんですけど、なんか魔導器やらなんやら言ってたんですけど、まあそういうのができるっていう話ですね。まあこういう感じで、でここ今いる場所ね、これ釣り場なんですけど、 MMO なんですが、まあ釣りもできると、なぜか、まあこの釣り場ね戦闘を介さないので、まあ誰でもねできて、でしかも強くなることができると。でまあ主はイベントだとね出てきますね、主を倒すイベント。基本的にここはね戦闘はしないでもできるようになってて、まあこの動画撮ってる時点だとこの廃墟者ニコラスっていうのを倒すイベントやってて、これアニメ SAO の最初の方でサチっていう青い髪の女の子、月夜の黒猫団っていうところにいた女の子が死んじゃったっていう話があったと思うんですけど、まあその後にねキリトがね頑張って生き返らせようと思って戦ったボスですね。まあそういうのとね戦うことができたり、まあ、フロアボスばっかさっき見てたんですけど、こういう階層フィールドでねモブ狩りとかできたりするんで、まあ、第1層のこういうねボア狩りとかね、そういうのがねできたりね、あとはこういうね SAO のレギュラーキャラと行動を共にできたり、まあ、これ勇気がちょっと服が違うんですけど、まあ、自分の持ってるアバター衣装を着せたりできるんで、まあ、こういうわけわかんないギャルゲーみたいなまあそういうのもできたり、まあ、こういう感じでいろいろ楽しめるんで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。あと最後にね、このゲームディアベル版ちょっとだけ長生きします。まあ完全に亡くなられたっていう記述がないんで、まあ今も生きてるかどうかわかんないんですけど、まあいつ出てくるのかなってちょっと楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。